俺が悪いのは分かってる。2倍速にした俺が悪いんやが。すーげえ気持ち悪いこれ。さあいつものツイッターのやつやっていきましょう。まあ、これね、たった一つの判断でね、1点が決まることがあるんで、まあ、やっぱ冷静さは大事と。さあモーティスがめちゃくちゃ暴れてますね。まあ、このね逆転要素があるのがモーティスのいいところ。さあ体力がない、無駄な抵抗はよせ。いや何もせんのかい。いやなんか何もせん方がいいんかい、こういう場合。さあこれは2人で協力して点を決めていきたいところ。ダリルがパスを欲求してるが全部無視、全部無視。うん、無視してよかったね。信じれるのは己のみよね、やっぱり。さあダイナマイク。お前もか、お前もシャシャるんか。おー、よくやったなそれ。味方もたまには信じた方がええんとちゃう。さあこれはどうや決めれるか。フランケンのウルトが炸裂。避けて、こういう場合だけよ一人で行くべきなのは。さあかなりキューブ差がありますが、これは勝つことができるか。おっとバブルと毒切り、見たこともない残酷な死刑のやり方や。いやなんかキモいわこのバグ、キモいわ。なんかゴキブリみたいやもん、なんか本当にリアルゴキブリやん。リアルゴキブリブロスタに発生してるて。駆除しろ駆除、いけいけ、殺せ殺せ。ゴキブリみたいなやられ方するやん。さあサージがブチ切れてますね。これはとりあえずドリンク取って、で瞬間移動でとどめを刺しに。いいよ、賢っ。さあ残り3チーム、残り2チーム、キューブ差がある。これはどうだ、どう勝つ。全自動バブル機やん。さあこのエドガーがキューブを狙ってますね。さあこれは急いで逃げろ。おう、うん、1個ぐらい取って帰れ。